ロコエスパルスプレゼンツオフトーク、今回は監督も本音。もう嫁さん大反対しましたけど秋葉48ですねというまあまあ分かりやすい変化というか、はい、ここまでして負けたらアホですから、しっかり。今回はシーズン当初19位まで転落したエスパルスを自動昇格圏の2位まで引き上げた秋葉忠弘監督が登場。聞き手は解説者でレジェンドゴールキーパーの西部洋平さん。ピッチを離れてリーダーの本音に迫ります。どうですか、自分自身としてこんなうまい使い方はめっちゃったなって感じありますか。いや嬉しい質問してくれますねあの夜は嬉しい酒飲みましたね一人で美味しかったです美味しかったですねでもそれも全部やっぱタケルの普段からのやっぱこう姿勢だとか、いきなりこうチャンスもらって、あのもう西部さんが一番分かってると思いますけど、はい、そんな結果出るほど甘くないんで、はい、やっぱ普段どれだけ彼がやっぱ努力してたかっていうことの僕はもう賜物だと思ってますから、もう素晴らしい準備をしているからこそ、あの迷いなくもうスタートでチョイスしましたし、でまたそれを見事にあれだけの結果パフォーマンスで応えるって、いや本当すごい選手だなっていうふうに思ってます。僕も秋葉監督が選んだからにはそれなりのことをちゃんと選手もその試合に向けてしてきたんだろうなって思いながらあの試合も見てました。いや、もうあれです。本当です。はい、もう本当にもうなんかもうの使いたくなるようなやっぱりこうパフォーマンスだったんですよね。もうエネルギッシュでこう体からもう本当エネルギー溢れ出てるような一週間だったんで、まあ、それは その週だけじゃなくてちょっと前ぐらいから、でまた今そういう選手がだいぶこう増えてきてるんで、それはもう監督としてはこんな嬉しいことないですね。なんかそれをなんか評価として、まあ、試合に使って実際使ってくれるっていうのもなんか選手からしたらすごいなんかモチベーションも多分高まりますし、なんかこう競争っていうんですかね、もう本当にすごい競争の中で評価されて試合に出してもらえるって、多分すごい選手も自信になると思いますし、なんかその辺のコントロールみたいなものはすごくお上手だなと思いました。でも全然コントロールというより本当にみんなのスタッフの目で見てやっぱ本当にいい選手を、一番いい選手をよりいい選手をこう本当に選んでいこうっていうふうに、でもだから僕ら現役だと本当は辛いと思いますよ。前の週2点取ったってその週ちょっと気抜いてたらやっぱ僕つかないですから、だから選手にしてみれば多いって思うと思いますけど、だけどそれぐらいあの競争力が高い選手たちなので、でこれはもうプロでやってる以上どうしようしょうがないじゃないですか、常に競争がやっぱつきまとうもんなんで、それに打ち勝つこうメンタリティーみたいなものをこう選手たちにも身につけてほしいですし、もっと言えばその競争力が僕このクラブの強みにもなると思ってるんで、それぐらい本当にいい選手を揃えてくれてるので、だから誰が出てもこう僕は自信持ってグラウンドを送り出しますし、ちょっとでも気抜いたら本当に出れなくなっちゃうよっていう、その相乗効果が今すごく出てきてるんで、ちょっと本当ここを何週間かでまた本当1段2段ちょっとチーム力上がってるなって思ってるんで、それはもうでも選手たちの努力の賜物なんで本当にありがたいですね、いや本当終盤戦に向けて、あのそういう選手が活躍してくれるというのは心強いですね、チームとして。いや本当そうです。あえてニューヒーロー、日帰りヒーローでもいいんで、僕出てくるチームでも最後強いと思ってるんで、最後こうグッと上り調子になるのか、こうグッと少しこう落ちちゃうのかって、あの来季に向けてもとかいろんなことに向けても全然変わってくると思うんで、やっぱ最後こう尻上がりに上がるチームがやっぱり最後昇格にふさわしいチームだと思ってますから、しっかりやりたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。質問いろいろ答えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。シーズン終盤というところもあって、今後の決意を最後に聞かせていただけますか。もう清水エスパルスで仕事をするっていう意味を僕もしっかりと理解してますし、あの外からでしたけども、やっぱりエスパルスというチームずっと見てましたから、あのもうサポーターファミリーの方だったりクラブの方の思いっていうのはもうみんな一つですから、必ず昇格して、清水エスパルスというクラブが戻る場所へ、でそこでこう躍動しなきゃいけないクラブだと思ってますんで、もう一度そこにちゃんと戻れるように必ず全勢力を注いで必ず昇格してみせますんで、ぜひまた皆さん応援してほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。僕も一サポーターとして応援させてもらいます。ありがとうございます。もう長くいてくれたんで、はい、もう大事な OB ですからよろしくお願いします。ありがとうございます。いろんな手助けしてください。ありがとうございます。それでは一緒にこれからもエスパルスをよろしくお願いします。